はい、西田製作所です。神奈川県相模原市というところでギターアンプのリペアと販売をしております。 YouTube の動画では主にですね、販売のアイテムのご紹介とか技術的なトーク、そして雑談、そしてですね、作業の模様一部をお見せしております。もしよろしかったらチャンネル登録、そして動画の高評価をよろしくお願いいたします。動画制作の励みになります。さて、今回ちょっと、いつもと趣旨の違うお話で、ちょっとね、個人的なところがあるものなんですけれども、最近ね、ちょっとこう演奏する側の人として感覚がなまってきてるので、まあ近場で知り合いがやってるところとかなんですけれども、ちょっとセッションに通うようにまたなってきてます。で、行った先ね、歪むアンプがあったら僕割とアンプ直でえいってやっちゃう方なんですけど、まあそこが割とあるのがジャズコーラスと、まあジャズコーラス直結っていうのもなかなか男らしくていいっちゃいいし、あとなんだろう、ジャズコーラスのディストーションとの相性ってあって、JC でも JC90 とか、そうですね、あの辺 JC9040 とか、あの辺のディストーション僕全然好きで、あれだったらグイッて上げてギターのボリュームで音色を変えていくっていう弾き方全然できるんですけど、120はなかなか一筋縄じゃいかない。まあそんな経験終わりの方多いと思います。でそうするとなんか持っていくっていう と、歪み系のペダル、意外とねこう古いもんですけど、これとかこれクリーンの時と、まあ、OD2 なんですけど、クリーンの時と歪ませた時の音量差がちょっと、歪ませた時の音量ちっちゃいんですけど、僕割とジャズコーラスになんか歪みペダルって言ったら、これである程度の歪み作って踏みっぱなしにしてギターのボリュームでコントロールするっていう使い方をよくやるんですね。なんでそういうところではこの OD2 とか、あとこれちょっとプロトタイプなんですけど、ちょっとお付き合いのある方が以前に作ってたビビドライブってオーバードライブ、これなかなか秀逸なオーバードライブなんですけど、このプロトタイプ持ってまして、これだったりとかを使って、まあジャズコでちょっと歪ませた音を作って、それでボギターのボリュームでクリーンからクラッチ、ソロ弾ける音っていう感じで、まあ歪ませたアンプの直結のイメージでちょっと音を作るってことが多かったですね。で最近それにちょっとこうスパイスを一振りするかのように、これ大好きなんですよ、テレハモの、これメモリートイっていうアナログディレイなんですけど、これ最大のいいところでもあり欠点でもあるのが、踏むと結構音量上がるんです。でこれでもギターソロの時にちょっとディレイをかけたいなんていう時にこれを使うと、まあすごくいい塩梅で音量がポンと上がってくれる。あとこれね、モジュレーションついてるんです。この辺は MXR のカーボンコピーとよく似てるんですけれども、モジュレーション入れるとね、なんかちょっと低ペコみたいなニュアンスでこうエコーがディレイがかかるっていうところがあります。でアナログディレイなんですけれども、モジュレーション切ってしまえば割とタイムうまく合わせれば普天八分とかもできるんですけど、まあセッションでめったにやんないですけどね、普天八分とかもできるって、なかなかこれ秀逸なディレイなんですね。でこれとなんか歪み物2台持ってきますと。で、こういうジャムセッションの場だと、じゃあ次上がってくださいって言ってステージ上がって、やっぱりセッティングの時間ってかかってしまうじゃないですか、ね、でやっぱり回転を上げて、まあ、より多くの方に演奏してもらいたいっていう気遣いもしなきゃならないから、セッティングをいかに最短にするかっていうところを考えると、やっぱり個別のエフェクターを持っててガチャガチャつなぐってなんか効率悪いなって思えてきたんですよ。じゃあ本題に入りたいと思います。そこで何かと言いますと、いやーなんかそういうセッションの場でさっとつなげられるミニマムなエフェクターボードを作ってもいいんじゃないって思ったんです。まあそんなわけでね、ちょっとこの企画、エフェクトボードを作ってみようというところで、今後続けていきたいと思います。次回ちょっとね、どんな感じになってきたかっていうのをお見せできればと思いますので、こうご期待というところです。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。はい、ではさようなら。